どうも、サッカーの時間だよ、見ていきたいと思います。今日もパラビで見ているので、えー、BGM はありませんが、僕のリアクションを楽しんでいただければと思います。アドラさんこんばんは、どうも。お、ピアノ 反田恭平さんがピアノ弾いてます。アイ a オさん、ケロマスさん、リバーさん、こんばんは。あ、でもガンバルトです。どうも。アプロさん、こんばんは。ガンバルトだよ。グリーンパさん、こんばんは。はい、けこの手紙。読んでいるあなたが。

もしかして、も利き足縛りとかやるかもな。できるんかな、そんな縛り方。無理か。他に国しか無理か。アーティストってかっこいいね。ペッさん、こんばんは。サラベ加入した。この1試合のためだけに。 <laughs> この石であるためだけにパラビー借りしたよ今ピアノ弾いてはりますパラビー入ってる照明をなんか見せればと思うんですけどパリ・サンジェルマン・ジャパンツアー2022ライブパリ・サンジェルマンバースガンバ大阪この作品を評価って書いてるわメッシ、ネイマール、エムバペワールドクラス選手揃いのパリ・サンジェルマン選手の年俸総額は推定約600億円レアル・マドリードやバルセロナを抑え世界1位のビッグクラブである その中でも一番の注目はアルゼンチン代表10番サッカー界の主砲メッシだそうですイオンカードとか持ってないですか持ってたらえ僕イオンカード持ってんでえ嘘だろえ僕イオンのクレジット持ってんいけどええ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 まえまま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 まえ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  日本のメディアって年俸好きだよね。いやでも海外のメディアも年俸は好きなんちゃう多分。フランシャルさん、こんばんはどうも。まあ、今日僕ご飯300円ぐらいしかか,かってへんから、1000円浮いたって考えよう。コンビニのキャベツと、あの、あれしか食べてへんから。キャベツとチキン、ケバブしか食べてへんから。合計300円。じゃ1000円浮いた。むしろ得したな。フランシャルさん、こんばんは。MT さん、こんばんは。どうも。 かっこいいねピアノほんまにアーティストかっこいいよなドリブルとパス上がるしあ喋しゃべる相手間違えたみたいですはい <laughs> しゃべる相手間違えたみたいいやすごいとこで見てるやんここが多分100万円席でしょ さんこんにちはコロナ陽性2日目に突然ありゃ大丈夫ですかシニさんもカレラさんこんばんはねパナスタいいよなほんまにな近辺ででっかパナスタいいよなあでスさんこんばんはパナスタええわーほんまに羨ましいわおさめのこんばんはコロナズなるんですありゃコロナって頭痛するんですか 怖いいやーいいスタジアムですねここはほんまにねーここはいいスタジアムですわこりゃー ネイメッシ,メッシめっちゃ笑ってる昨日練習見に行ったんですがラモスとネイが PK 対決しましたへえ藤原さんこんばんはおエアトリアメッシめっちゃ笑ってるやんこのパリのアウェーのリフもかっこいいっすよねやっぱねグレー サッカーファンってさ、なかなか難しいですよね。あのー、なんかさ、ユニフォームが、まあ、同じ人が言ってるわけじゃないの分かってんねんけどさ、ユニフォームが奇抜やとさ、もっとシンプルにしろっていうさ、え、サインしてるてか、ペって左っきな まだこういう時ってやっぱ子どものがめつさいいやんねもうだってもうなんかこんなこと言うとあれやけどちょっとねえやっぱやらないことにはもらえへんもんねこんなサインなんてあれまあ、さこんばんは初めて言った時中村俊輔がフりーキー決めたの生で見る最高でしたあーパナスタでいいなあれペーあれあペペ控えかそうか 獲得へ親善試合って感じやねリスペクトいや、いい雰囲気やな、このスタジアムな。 マジでまた帰省したタイミングとかでちょっと見て帰ってきたいなスイタですよねちょっとアクセスめんどくさいけどねちょっとアクセスがめんどいが もうラモスもうタトゥー入れすぎてクモみたいになってるやんすごいな腕のタトゥーラモスの腕のタトゥーすごいな音符入ってるやんだってあこの曲知ってるいいですねこの演出ね テレストのヨドコウもピッチ撃地か。へぇ。なんかこんなことを比較すんのあれやけど、国立競技場のあのギターの演奏うっさかったからな。<laughs> ギターの演奏うっさかったからな。これぐらいの方がええやろ。でも国立のあの暗転してて光がバッてつくあの演奏かなり良かったですけどね。 いやでもなかなか見ない雰囲気ですごいいいなこれパリは日本終わったら8月1日にんととの決勝でそのままリーグ戦ですああそうなんじゃあもう移動してすぐなんや国立結構音でか,かってかそもそも音がめちゃでかかった この子でかっ。うん、なに。あ、反田恭平さんがやんだね。あ、あとエンボムがいるんや。 吉村知事やん今すごい普通の爽やかなおっちゃんいると思ったら、ね、吉村知事やん大阪の不知事やん不知事で記念写真撮って始まんのかな メッシュはやっぱひげのい方が好きですねわかるだから聞いたらさこんなんは。 <laughs> あまりニコニコしやって言ってる <laughs> もめめしたひげなしですがああ確かにね。 そうだよね、庄司はパリ初見じゃないね。エンバペとかも相手してんちゃうか、たぶん一回。キータさんこんばんは。どうも。パートボイさんこんばんは。らしく見たら余計、歓ダメめてルールばかげると思っちゃう。まあ。まあまあまあ <laughs>。 今それをかん、それを今検討してるとこなんじゃないですかうん。やっぱりそういうルールの下でやってるからには守らなきゃいけないっていうところはありますよね。ルールがルールだから守れってわけじゃなくて、やっぱそこに属してる以上は守らなきゃいけないっていう。さあ、始まりますよ。始まりました。 ねえ、いや、めちゃめちゃインスタジアムほんまにここ、すごいわ、臨場感が。ほんで、画質悪 p パラビこれほんまに最高画質か僕、信じがたいねんけど、これほんまに最高画質パラビ本気でっかこれ。ほんまかんこれ。こんなこと言うたら、もう、パラビ案件なくなったけどさ。 なウドさんだけ下げてます。ふざけるな。しかも僕すごい遅いねんければ36やねんけど僕今。あれさっきと違うぞ。ごめんちょっと待って。めちゃめちゃ早くなるまで何回もやろう。あれちょっと待ってよ。ちょっと待ってね。1分。 ねェンツさやつなさん、こんばんは。ヤホンマスタジアムいいね、ここね。おっ、鈴木武蔵や。やんねえ。エアトリまだゼロ。おっとおお、ありそうやった、今。なんか噂によるとあるらしいね。パリ・サンジェルマンの公式アプリ入れたら、あの、英語音声やけど280円とかで見れるんでしょ。 確かねちょっと待ってこれほんまにがこれ本えちょっと待ってこれ本気でこのがすなハラビちゃん、まあええー、かなんか15年前のテレビみたいながすしてんねんけど ブラカンやねんけどいやベラッティ出てるやん今日今日ベラッティ出てるやん。 いいなーいや PS5 じゃない今パソコンで見てるパソコンでしか見れへんくない最後はスにしてるよ

FireTV は、あ、ほんまに。一時的なもん、どうなんやろう。まあで、見ればすんねんけど、なんか、うん。このあと、設定変えても画質変わらへんねんな、僕。いや、僕、あの、裏話線見てへんのよ。 浦和戦見てへんから分からんけど設定うんクロームで見るかじゃあ一回クロームで見よう大宮のナックファイブは言い始めた 変わらんわなんか特定の画質でのみ視聴可能ですって出てなんかあんまりうんなんか特定の画質でしか見れませんって言われてるなんか画質が上げられへんダゾーンからプレミアリーグなくなってたんですけどプレミアリーグ今シーズンどのプレミアムすかスポティービーってところに見れるよスポティービー裏浦和ンも画質良くなかったあ、そうなんやさあねえ ネイネイネイ,ーネイーノーファルだネ、ね、イ、うん、ブラウザ変えたらあんまいやあのいや見れるんですよ普通にそのなんかブロックノイズとかはないんやけどなんかちょっとかなんかちょっともやかかってる感じやねんなサッカー有料化すぎてファン増えなくていやマジでね マルキーニョスやねんな、ほんで、キンペンペン。うまい、なんじゃそりゃ。 さあメッシうんボルテージ上がってきたね。さっきからなんかメッシの裏抜けが <laughs> すごいあれやねんな。 プレシーズンで得た収入ってクラブがもらえるんですかねんどういうことクラブがもらえるんじゃう多分。<laughs> おいや、うまいねー。さあ、めっちゃ空いちゃったよ、サラビアから。メッシー来たよレオメッシーレオメッシーレオメッシー うーん、いや、まだ取られない。レオベッシュあー、サラビアおっとアケミベラッティベラッティからうーん。ベラッティから、うーん。おっと、あるあるお、ない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 。お なんかさ、ドンちゃん足元マジで怖いやつね <laughs> どんねドンちゃんの足元マジで怖くないジョージがすごい配信メッシュのゴールが見たいんじゃん 楽しいね。 メッシーほんまうまいなーこの人サッカーうまないちょっとやっぱちょっとうまいよなサッカーメッシーうんちょっとサッカーうまいねんな見たとこメッシーサッカー最後ならそうやね結構うまいやんね 昨日練習見に行ったんですけどミニゲームでパルテスがすごかったんですけど言ってますか多分出てないんちゃうかな出てるかなあ通った早やっはっハキミやばハキミ早っ今日はパリ・サンジェルマンは、えー、ドンナルマはンマハキミ金ペンベセルヒョナモスマルキーノスヌーノメヌスベラッティビティーニャメイマールメッシサラビアですはい なんでパルディスは出ていませんマジでこれ年半ば突進と言ってもいいこのドリブルで、ね、いやハキミマジで速いですよね イスさスんこんばんはさあ取っちゃったあ,ーあるこれああメッシうーん打ったねシュートさあビエマさんこんばんは たん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 さっきからなんか今までの2試合と違ってこのパスがめっちゃ多いんやけどこれってセゾンカードから無料で見るかいや僕知らんおいいんちゃういいんちゃうおっとおっとアルちゃんああ あったね今ありそうやったねありそうやったね今ハリ SG と大阪なんやな狂気は

めなんかもつれたねめっちゃねえ戦えて戦え戦えてるまスやなちょっとあのー、スルーパスがすごい縦に簡単に通されてるのは怖いけど攻撃はやっぱり手数かけてますからね シ10秒近く一歩も動いてないおぉ強っあたりなさこんばんはパリの選手さすがに使えてそううんどうやろう いやーマジでこの辺のね剥がされないところが当たり前やけどすごいね剥がされないじゃ取られないガンバーセットプレー強いからワンダ勝つあそうなんや ガンバ大阪のサッカー見の今年初めてや僕期待いやうまいねこの辺のパスがまずえネイマールおお止めた止めた止めた 止めた、ね、今いやーすごい回転すごい回転したんやけどすごいんか逆再生みたいな回転したぞ今俺がガンバーキーパーゲームマジそうよブラそうよフラ ブラフラゼンチンよほんまにマドリー・ハキミスクスねえ早かったやんね結構ねドルトムントに行ってそっからインテルでしょうんいやーマジで取られへんなネイマールうますぎいやーこれー来てんちゃう誰も寄せへんやんだってネイマールっメッシに 東口で勝ちを稼いでる。マジか。あっうわーすごい、いやよう触ったね、今ね。宇佐美は怪我やと思います、多分確か宇佐美は怪我したはず。 おっとおー、まあ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 あ。そう、人体切っちゃったんか。大けがやん、マジで。同い年やからさ。復活希望、マジで。え、うそや。 どっちが押しますかパリですねでもガンバも大チャンスがありましたね足早出しマンみたいね7番のムキムキマッチョマン泥棒 おさあこうやって見るとやっぱさパリ・サンジェルマンの攻撃って早いねこうやって見るとその早いっていうのはあの選択が早いっすよねほんまにプレーのどうしよっかなーの時間がめっちゃ短いねんな いや、つよ布目布目いやー。布目早っ。ってか、パリずるいやろ、こんなこんな早かったら、みんな。 タン、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 タン。うん。なんでこんなめっちゃ縦に出せるように出せへんやろ。めっちゃ縦に出せると思うんですけど。 いや、うまひとつひとつが。お、ビティーニャ。うん。ねい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 ,ねいああ、うまいよ、ナイス東口。東口ゲー。東口ゲーか さんこんばんは東口ゲーかおい東口ゲーかいつものこと東口ゲーか日本代表やもん、ね、だってねもっと うん <laughs> 東口対パリーそうえね。うーんいやーうまいねーうますぎ うますぎいい位置やねーこれいい位置でフリーキック取りましたよいい位置で取ったよどうなんですか <laughs> 東口強化試合確かにパ,ラパリ戦のためにパラメ入れましたか IWGP とかってあるんです <laughs> IWGP ってあれやんね池袋ウエストゲートパークやんね 僕らの上の世代のドラマや違うもしかして <laughs> メッシ汗だくやんメッシ汗だくやんマジでこれアルゼンチンより熱いんちゃうか アルゼンチンより暑いんちゃう大阪のほうが。これ。さあ、めちゃめちゃいい距離。おーい。まあ、あ空行けって思うわな、今のはな。空 <laughs>、空行けって思うわ、今の。 なんであんなハキビほったらかしてんねんなそらそうやな落ちんかったねねえ湿度やばそう <laughs> 東口いい番じゃなくてこっちで出会ってる私こっちの方が強化するか確かに 彼は入っていないんで詳細な実況です。あオッケー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 。いやーこれマジ用取ったな東リリ東。東口パリエあるぞこれ。東口パリあるぞ。東口パリあるぞこれ。ねナバス対談するらしいから。おジャパニーズスーパーゴールキーパー。 日本人で一番パリ近いいや、東口やろ。うん。で、パリ口やろ、ほんまに。それは。パリ口でしょ、うん。代表じゃなくてパリ狙ってる、そう。パリに行ければ代表も行けるから。 それはねパリも行くし代表も行くしパリ行ければ代表行けるし代表行けたらパリ行けるかちょっとわからんけどやっぱパリ行けたら代表行けるからそういうとこあるからネイマルちょっと足遅くなった ネイマールってちょっと足遅くなったかもしかして <laughs> ロゴのパリがマサーキーになるね東口 <laughs> メッシヒゲ剃ると若いなマジでネイマールって透明で見たらメンフィス確かにメンフィスっぽいよな今ネイマール笠原さんこんばんはわかる 圧倒的に個人の力がちゃうよなぁ。ある。トラップも違うし、ねえ、まじでトラップがちゃうよなぁ。までトラップがちょっと格違うくない ハーフタイムで契約結ぶので後半梶原インになります <laughs> 勝ったなさあ10番倉田なんやありゃーいやーうまいここでメッシがこの取り方したらまずいよあーこれ入るわ いやー東口パリ入り不可避マジで。パリ入り不可避東口ゲーやな。 マジで <laughs> 頑張ってんね確かにやっとんなおととい友達がパリの試合見に行ったんですがスーパースターたち瞬間移動してるから動画撮れなかったそうですあ ありゃペシェペシェいやーノーラビアーサラビアー今のはダメじゃな、そりゃ 痛恨ですな痛恨なかなか見ないタイプのいやーサラビアいいとこ詰めてますよね <laughs> まあこのミスはちょっとさすがによくないねさすがにね さすがにこのミスはよくない <laughs> いや、サラビアちょっと脅威やなこれスペイン代表あるよな普通にサラビアとあの、スタメンあるよな音音あるよあるよあるよ,あるよ うーん、サイドがいいひんね。うん。あー、強い強い <laughs> 東口がいるのにガンバの失点が絶えない理由の一つが見えてしまった。確かにね。今のはそう。エルドベルさん、こんばんは。どうも。 ビティテよう使われてますねいやーこの取り方すーごい世界マジでいやベラッティ運んでる時ボール見てへんもんなマジで去年はサラビアはレンタルやったっけセビジャやったっけ っけ三浦は最近になって守備よくなってるから,これからマジあねネイネイネイあピケそれはピケうんそれはピケやな さすがになもう対処不能やな <laughs> これだ PK じゃないな <laughs> これ PK じゃないな <laughs> これやってるな <laughs> これやってるな多分 これやってるな今ネ、ね、イやってんだこれねえ <laughs> VAR ないからってやってるわやってんねさあネイマールのいつものトン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 出るかな熱そう うめぇうめぇマジでうめぇ この蹴り上げてから下ろして蹴るまでのスピードが一気にグーンと下がるんですよねネイマールけうまいねトレスさんこんばんはさあ でもこの感じやとガンバきついよなーマジでペースがなー <laughs> あのライブは確かにね <laughs> まぁちょっとなー

でいやーいいー素晴らしい攻撃やねこれうんいやーでもこれちょっとラモスがあれやったなラモスがちょっとサボっちゃったねマルキーリョとラモスどっちもサボっちゃったのこれ こんな崩し見たことない。いや、これちょっとラボ、これちょっとよくないよ、これ。これよくないよくないこれマジで、パリの守り方マジでよくないよ。だって、センターバック2人とも放棄してるやん、守備。ハンドってなる前にやっぱそれに行かなあかんやん、そうなんね。ラ <laughs> ボスは結構ずっとあんなです。シーン。 いやおもろいね、打ち合い。おお。ディパス。カーバの新骨頂。左馬先鋒や。行け、三対五や。いいんちゃう。あ、うまいトラップ、いいよ。お、いいよ。おお。 さんこんこばんは左は先鋒を受けるなおも,おもろいことなってるちょっとちょっとおもろいことなってるガンマもチェルシーみたいでウイングバックフォアマジモーゼスパターン てか、パリ・サンジェルマンなパリ・サンジェルマンじゃないパリ・サンジェルマンなパリ・サンジェルマンじゃないパリ・サンジェルマンじゃないパリ・サンジェルマンなえわからぬ。メシの武蔵が入ってきたんで、攻撃が、ねパリ・サンジェルマン あ,あ、そうかパリ・サン・ジェルマンじゃないパリ・サン・ジェルマンさんかあサン・ジェルマンかなあ いやいいパス、布面からの血だーーうまい <laughs> 布面やねんな布面やねんなマジでうん。布面やねんな十九歳十九歳 恐ろしか。うまいね。スリーバックのいいとこ出ましたね。うまいな。でもまだ分からんよ。一番おもろいかもしれん、この試合。 ガンバはね、ちょっとやられてます。1点いい攻撃取ったんやけど、ちょっとやられてます。ランプさん、三味線サコンマンは、パーリサンジェルマン。リサンジェルマンか、そうか。おいおい、ペイが出てきてへんのに3点取ったらペイ出てこへんやないけこんなこと分からんけど。おい、なあ、ペイオランドに3点取ったらペイ出てこへんって。知らんけど。 パリ英語表記のは珍しいです。あ、そうなんですか僕、パラビで見るの初めてやからさ。裏は寝てたし、あの、川崎見に行ってたから。この1試合に1000円払ってるんですけど、1000円の価値はある気がします。面白いんで、単純に。ねえ、カムリエンドね。カリムエンドよ、ごめん。カリムエンドいいやんね。カリムエンド。カリムエンド。 メッシのさ受ける位置がさあうまっうまっうまっなんか今…なんか今すんって入ってんけど今うまっおいらパーリーだからねん ペイが出てくる前に4体取ったらペイ出てこーへんって。ねえ。だから。ペイが出てこーへんくなっちゃうってそんなことしてたら。いやー、見ちゃったね。みんなしてね。みんなして見ちゃったね。ついにメッシの綺麗なゴールか。 いや、パリが仕上がってるし、守備もいまいち。ちょっとやっぱメッシのね、メッシがちょっといいとこでボール受けれすぎやねんな。メッシ、だってメッシが一番見なあかんのにメッシ誰も見てないんですよ。そりゃ点取られますよ。そりゃそうよ。<laughs> 俺も見ちゃってたわ。誰もメッシケアしてないねんから。 メッシがだってボール受けた時ずっとメッシ前行けてるやんそら点取れるよメッシやもんこれどうなんのこの試合ほんまにこれ後半から多分頭からペイ出てくるんやろでも4対1やったら手抜くかさすがにそう一番チャレンジはしてる間違いない 一番チャレンジャーしてるただやっぱちょっとメッシーほったらかしすぎやなうんちょっとメッシーほったらかしすぎやと思う <laughs> 楽しそうメッシーメッシーって顔若いやんねいつまでたっても もうだって334やろカウンターでハキミが帰ってくる前にラボさんのとかああ左サイドやんね。 <laughs> なんかむ,むずむずするむずむずするうんほらメッシフリーやんえ、なんかメッシ担当いいひんのかなこれ多分いいひんやろねメッシ担当 今のところエアトレテメッシどっちか <laughs> メッシメッシ圧倒的に目立ってます今あおぉんば四4対3いってほしいなあー確かに宇佐美見たかったね いやあ。看板プレイオ、広角プレイオフ券なんで、これなんか使うとおりですけど、そうやね。<laughs> 看板のエアトリーゴートエアトリー。エアトリーはグレイティストオブオールタイムやったんや。やっぱり。やっぱそうやったんや。エアトリーって。サイケケあれれれれれれ。 あれあれあうん。 下げるんけい <laughs> 下げるんけいそうガンバよユダイテッド戦思い出せ分かんでもフタガーも遠藤もらんねや妙神もらんねやいやこれは入るやおお やりたい放題やなマジでパリのパススピードと同じぐらいで倒させてくるああ確かにねああやっべあーやっべこれ遊んだなブラジルボーヤめ遊びやがったぞーあいつー 許せねえブラジルボーイー遊びだしたぞ多分これネイマール下がるぞ前半でいや多分10分ぐらいはあるかなペイと同じタイミングがあるかなおっとドンちゃんあっとあるよあるよおっとおう おうどんちゃんいやーおえんちゃうかえんちゃうか いやー早いしうまいしやっぱ出足やんなー出足一歩目ほんまに。 リアクションめっちゃ大事よほんまにさあうん終わりかなはーい前半が終わりました面白前半やったね面白前半でした大胸筋強制サポーターもつけてます これあれやんね、なんか試合中のデータ取るやつなんやんね、確か。あ、前半でユニフォーム交換するんや。再開される J リーグの J。まあでもこれ、裸でやってるのとやってないの全然ちゃうからね、実際ね。そうやっていいんやけどね。 あー青森はまだ負けたやんやね。ここにいる人ってな何もないやまきよしわからへんな。んか唐揚げ食べたいって言ってたよ今英語喋ってたことしかわからんかった。 いやー布目。すごかったな少子高校負けた <laughs> メッシー絶対しげるようなくせやん。家に置いて,てほしいけどまあでもやっぱさ、もうメッシーはもう、もう誰からもらったとかわからんやろな、もう、賞味。わからんと思うよ。うん。 誰からもらったか。もはや。そらそうよ。インフォ効果出さい、そうまあでも欲しいものは欲しいんちゃう言うても。言うて欲しいのは欲しいよ。<laughs> 部屋着にしてくれます <laughs>。部屋着にしてくれんのかな <laughs> ヤフオクで売られてる <laughs> いやーあ,あごめん時計止めるわすいません前森岡がネイマールと交換して戦ってましたね今記念館になるみたいですけど <laughs> えー別にいいやんねそんな別に本気でやってようがじゃ本気でやってるけどユニフォームはもらいたいやろと思わん別にもらったっていいやんね <laughs> 前半でにれい,いや別にいいやんね本気でサッカーした結果ユニフォーム交換そうそれとそれはそれこれはこれやから東京でサル痘確認されたへえ怖いね僕はサル痘が何か分かりませんけどね 433何回スカンス、レスデブランでグループしてると思いますかできるんちゃうたぶん。相手の立場って考えてみ。もし、俺が、謝って来られてきてたとしたら、絶対に認められてたと思うかどういう意味これ、どこのユニフォームやっけこのピンクと青のやつ。これ、パリかありゃいいカメラ。 いいカメラ持ってまんねーめちゃめちゃいいカメラやん、マジで。キャノン。感染症が広まると陰謀論者増えるの何なんですかね分からへん。何かにすがっていたいんじゃないですか人間。一つの考えにちょっとさ、熱中しているとさ、やっぱ、そのーね、いろんなこと忘れるじゃないですか。 だから、そういう、何かに、何かにその一つの考えに宗教的にすがりたいんじゃなかろうか。マック食べたいかも、マジチキンケバブ食べよ。セブン入れの。うまいよ。セブン入れのチキンケバブとキャベツ食ってたら、あれもビッグマック食ってるみたいなもんやから、ね、実際問題。ヒロドラフィーナのゴール。いや、すごかった。ね。 ナイスティザーゴーマンは。あそう、そっか、出できひんのかそこそかマックシェイクのもマックシェイク。試合中、リフティングできるぐらいメンタルツー強いし、どっかいないから。いや、中島翔也たちがいいねんな。翔也中島。長カメラなんこれなっかカメラなっか腕ぐらいあるやん、マジで。すっご いや、このスタジアムすごいな、ほんまに。てか、よくこういう、僕さ、サッカーとかさ、スポーツとかでさ、こういう、この明らかに混むであろう時間に、食べ物とか買いに行く人すごいなって思うねんな。マジで。絶対に後半開始間に合わんやん。この旗もらったんかな <laughs> もう1点取ったら目標達成で上出来やろ <laughs>。川崎1点で裏技やから確かに <laughs>。いや、ここいいスタジアムやね、ほんまね。マジでいいスタジアム。ほんまにすごい。ほんまにすごいと思う。ツイッター2回行ったことありますけど、とてつもなくいや、ほんまにいいスタジアムここね。東京にはないんかな、そういう、こういうのは。さすがに東京はないか。 エンバペメッシああそう京都のスタジアムもね設計に携わってたん,んですかあーそうですねはいもちろん設計はしましたよはいそれはもちろんうん箱型はそうやねこれ四角形のね綺麗なはないね多分いやいいスタジアムですなこの旗もらったんかなーいいなー もうこんなんもらってへんよ、僕。僕が以前、その、見に行ったユナイテッド対スパーズの FA カップの試合はさ、なんかね、旗配られてたんですよね。すごい良かった。そう、ヒ i ァ a に埼玉、ああ、そう、あの、吹田筋があるよ。関東ならジェフ千葉のホームでしょ。あー、レイソルはレイソル。レイソルトリキショートラップあったっけロックトラックあったっけ長崎の、あー、あの、あれね、あのー、あれ。 ジャパネットね京都見に行ったらコーヒーもらったへえ関西のチャキチャキお姉さんがおったかね今 <laughs> 関西チャキチャキお姉さんがおった国立はまあやっぱあれがあるんでピッチがあるんであごめん陸上トラックがあるんでやっぱそこはどうしてもねあとあの僕1階席の 下の方で見たんで、あのほんまに、ね、視点が低すぎて、逆サイド見えへんかったよ、マジで。逆サイドで何が起きてるのか全然分からんかった。14です、今。ネールさん、こんばんは、14。ネイマールが飛んだ。ネイマールさん、飛ぶ。 そう 1, 点取った1、二か、じゃえっと、2点取られて1点取って、2点取られて1点取って、2点取られた。迫力はあるけど、レイソルはゴールだから、立ち見。えー すっきさこんばんはどうも例えばコーヒー豆頼む忘れたわ明日豆届くんよ。明日のもう今まだハーフタイムですよ北九州のスジマたまにボールが海ポチャするらしくて近くの漁港にボールがおるすらしいめっちゃおもろいやん めっちゃおもろいやんまあ後半はあれってかてかエアトリ全然流れてへんやんねえエアトリが流れてへんこのスタジムこのスタジムエアトリが流れてないぞどういうことやどういうことや も流れてなかったマジでこれ国立だけやとりれがたんかよ。許せねえ。ゆ許せねえ。許さなーい劇団ネイマール <laughs>。あ、メッシから苦情入ったよ。なるほどね。 ねえハーフタイムに流れてくるのを期待したけど全然流れてこなくて悲しかった <laughs> いやこのパスうまかったなこれめっちゃハンドランちゃってか いやーこの布面のこのトラップがクソうまいよなーマジでトラップうますぎやろちょっと長くなってけど いや、メッシすごいな、これ。ちょっと回って入ってきてるもんな。縦に行ったんじゃなくて。あえてちょっと回ってますもんね、これ。目の後ろに行くように。すごいな、マジで、これ。ラモス、マジで、威風堂々してるわ。<laughs> うん ラボスマジで威風堂々かっけーさあペガね 次パリ見れんのは若干どうやろさあ<ー> <laughs> エンバペは出てくるんですか出てきませんなんでやねんなんで出てこうへんねん大阪どうなってんねん なんでエンバペ出てこーへんねんういはい、うい,おいなんでペでへんねんね、クッソ暑そうクッソ暑そうマジでメッシでマイナスは六十。あ、そうなんやちゃい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 

アメリカの方が出せるからな、うん、さあ後半始まります日本パリ・サンジェルマンのジャパンツアー最後の時間が始まりました悲しいねもう帰っちゃうやっぱり今日には帰るやろ多分このまま飛行機かなんかで 悲しいね。こういう時って1泊しすんのかな ?1 泊してそのまんま帰んのかな僕の月のお小遣い2万では悲しいですか厳しいですかいや、いけるんちゃう多分2万なら。うん。来年は来んやろな。5年ぐらいは来へんやろ。5年、10年来へんよ。ハリ・サンジェルマン。全然時計出してくれへん。 全然時計出してくれへんばっきいや金ペンんべいやいや ハハ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 この実況おもろいさすがに2回はやりすぎだろう受けるわ パリは交代なしなんですねああ秋にフランク・ウルトるらしいねすごい時期に来るようなんでワールドカップの直前やろ多分。 いや、この辺のパス、ほんまにうまい。パリ一回で一回行ってみたい。うんなんかパリ症候群っていう言葉があるらしいね。めっちゃ綺麗なパリを想像して行ったら、駅から何からすごい汚くて、重っさんと違うって。スリー、あ、あるよ。うまい。あー、あるかなと思ったけど、まもろかったけどな、めっちゃ。コスさん,見れんちゃう、ミレンチャー多分。 あとやっぱ治安がやばいらしいなパリは。いや、布目あ、こっちにぺや。いや、マジでトラップうまいよな、こうやって見たら。マジでトラップうまい。 いやー、なんなんやろな、これ。いやー <laughs> いやー、今のメッシ、終玉すぎる終玉あ、乗った。メッシメッシうやいやメッシゃーメッシー しーマ,ジっつやんマジでやっぱり怖いですよ地下鉄でドア閉まるときにドア近くにいると閉まると同時に荷物引っかかるやばでも言いますよねそういうのねスペインはなんか窃盗団がいて分かってても絶対取られるみたいな 怖いっすよねやっぱ日本って最高やわあとイギリス治安いいよめっちゃイギリスマジで治安いいあの,こあのトイレ汚いけど汚いって言ってもヨーロッパの中ではめっちゃマシやからお薬やったことないそういう国に行ったことがない台湾シンガポールマカオあとイギリスだけしか行ったことない 出たかな今ハルトさん来年パリかんにってですよねいやえっとねパリが僕に加入するうんパリが僕に加入するよおペア凱旋門やルーブル美術館の燃える駅で降りてく地上に行くと幼い少女たちがお金めぐって帰ってくる家怖っ いやイギリスはほぼ行くによ。うん。治安いいし。電車静かいし。なんか頭良さそうな人多いし。まあ多分場所によるんやるけど。 いやーうまーキングスクロスからマンチェスターに向かう鉄道の風景がもっあーいいですねー僕マンチェスター行ってへんねんなー行きたかったんやけど ホームの試合がなくてね、ちょうどその、あ見てるいや、この2足目まいいや、やっぱこの2足目、マジで。ガンバが一番死ねて高く、あ、別にそんな人らほっといたらいいっすよ、マジで。そんな人らはなんか応援の仕方履き違えてるだけのね、アホなんで。そういうね、人間の負の部分は見る必要がないです。はい。 自分が理解できない人種がいるんで気にしなくて OK 日本語が通じない人間がいるんですよ世の中にはユナイ,イテッドの試合やるは列車内のみんなちゃんとああ僕そうあのウェンブリーで試合見た時にユナイ,イテッドが買ったんですよでユナイ,イテッドが買って あのー、帰りのそのウェンブリー駅までの道とかその電車乗るまでとかみんなちゃんと歌ってたわなんかでスパーツと戦ったのになんか最終的になんかアーセン・ベンギルはなんかファッキンブルシッドみたいなちゃんと歌ってみんな笑ってた全然関係ないやんけっつって <laughs> でもみんな電車乗ったら急に静かにない,いやねいねいねいそう あ、本当に,本当にです、さんマコさん、こんばんは、どうも。そう、日本ではなかなかね、見られない光景。まあ、ここまでの熱はな。うん、いや、まじで電車乗るまではめっちゃうっさいのに、みんな電車乗ったら、スン。<laughs> スンってしてたから。ね、ネイマール、ちょっと足遅くなりましたよね。うわぁ。いや、うまいですね、この。 このイタリアの人うまいねえ。ほんまにサッカーが。どうなってんねん、マジ。どうなってんねん、それ。うますぎー。あ、どうも、ヌーノ・メンデスとハトコです。マジかよ。ヌーノ・メンデスとハトコなんよ。司会さん、こんばんは。 さんこれの傷を救ってくれたいや今行けたけどな自分は2018のリーグチェルシー戦タラフォール逆転が決めたそうスンってなるやんねほんまに <laughs> スンってなる いや、いいんちゃうおもろいんちゃううーん、惜しいね。ああいう距離感でなんかボール回して最終的にスルーパスとかしたらなんかちょっとテンション上がるやんね。おって。おってなる。 僕も地元のチームを応援してたんですけど、負けたら試合終わりからスーとしばっちゃうそらそうよ。<laughs> そらそうやろ。そう、ガンバでエンベルも、そう、なんか、夕べっぽいというかね、最近流行りのこういうね、なんか服にそのまんま貼るみたいな感じのやつになりましたね。ファッションブランドとして使えるみたいな。でもその割に上にガンバ大阪って書いてんだよな。 ヨーロッパのトイレマジで汚いよイタリアのトイレとかヤバいから便座ないからイタリアのトイレ便座ないからね意味分からへんやろそれか普通やねんからマジで意味分からんから海外行ったらホテルしか使わへん僕トイレあ ねいノーフォールいやーすおとった人数がちょっとバリ足らんよこれいけるよこれいけるいけるこれいけるいけるあないかいやこれいいよおもろいようえうまいあー惜しい 惜しい今めっちゃいい攻撃やったけどなーオフかでもオフやったね へいへいのスタジアムのトイレはそう。あ、そう。壁にかけるタイプのトイレあるやんね。衝撃やんな。いやー、れよ。でね、今あるやろ。うん。うん。いや、日本のね、その、普通の人間の生活水準の高さ。生活水準とか、生活環境の良さ。マジで抜けてるよ。うん。 マジで。中流階級の生活しやすさは日本がマジでぶち抜けてると思う。ご飯も安くてうまいし、治安いいし、公衆衛生成立してるし、道路きれいやし、なしでいい国。いや、税金も国際的に見たらそうでもないよ、多分。うん。 あまあたまあ、所得税とかが高いけどね。でもそれも海外に比べたら大したことないんちゃう多分ああ、そう、自信が多いね。そう。日本はでもほんまに行くに。家賃もロンドンに比べたら東京でくそ安いし。いや、取ったこれは決めなあかんよねああ、うまい。あー うめえガンバ疲れてるねうーんちょっとでもシュート怪しかったけどな。 いや、メッシュのパス、いや、でも、まあ、こんだけね、こんだけ出しても受けてのスペースあったら、ま、つながりますよ。うん。まあ、でも、こんだけ散々な、同じことずーっとやられたら、ちょっと、疲れちゃうよな。いや、なんか、なん、なんでもないようなドリブランドにな、これ、出たよね、いいの、これ。スナ51で。<laughs> スナ51で。 来た来たぜ5対1で入れるな5対1で入れるなエンパペよ5対1で入れるな飯で残りはねサラビアも入ったよあごめんパレディス入ったパレディス あベルナットやおいおいおい何点取りに来るつもりやねんマジでトラウマになっちゃうよトラウマになっちゃうよほんまに今でさこんばんはへえのあれ見たいけどなパフォーマンスあ来た おうおう <laughs> こんだけすごいメンチだとトラウマにもならん。まぁ、あ、確かにちょっとすごすぎやんな。まあやっぱまあでも差はあるわな。 ああ。もうこれ。ああ出た早すぎ早すぎちょっと待ってお前ちょっと早いうまうまのぉあいつ早すぎるちょっと足あいつ足早すぎんちょっと いやあ、調子できたね、完全に。ああ、引っ掛けた。おイいいんちゃういいんちゃうああ、うまー藤原、いたよ、左サイドバックに、多分 あ、もう足が遅くなったってことそれはそうかもしれん <music> さああ取られちゃった。 おあるよないなちょっとガンバ点取りそうやねんなさっきからなんとなくすごいなんとなく配置いいねんなおあるようんちょっと点取りそうガンバ いいもんのはやね <laughs> 昨日の言いより全然おもろい昨日だって手入らんかったやろ イナイテッド対ガンバー、確かにこんな感じか。別に懐かしくもないやろ、そこまで <laughs>。そこまで別に。風広アリソンは別に懐かしくもないやろ、そこまで。バリバリやないの ヤバいってヤバいってペーがあー流れちゃった珍しく海外の試合カマリアル、まあ、鹿島である鹿島マドリが確か一番近かったかもしれないでもやっぱガンバいないとておもろかったけどね ガンバいなゃったらおもろかった。正々堂々って感じ。かまいたちが言ってた足早出しまでこないあ、そうですよ。あ、ヴェルディマドリは勝ったからね。ペテン取ってないよ。 ペイは60分から来て、まだスコア動いてない。5対1の状態でペイが入りました。今さんこんばんは。どうえんちゃおうかえんちゃおうか ああ、森本のなんかね、あの、マドリーにベルディが買って、削りすぎやーって言って、ベッカムが怒ってたら、ベルディはベルディで舞ハメンつがいっぱいいたから立ち向かったみたいな話やろ。さあ、来てしまったよ来てしまわれたよこれ打つわ。あ,あ、うまいハグビーうまーい。 うん、リガーランーおとお。 明美すごいやんね。小学生の時、ウェルディである最前線見に行ったらしいんですが、ジダンが足痛めた記憶しかない <laughs>。そうなんや。確かに、マドリーもまた近日中に来てほしいですけどね。そろそろ来るんちゃうか、レアるマドリー。でも日本より中国とかアメリカとか行くか、やっぱ。マジで日本選んだなかなか特殊やと思うんですよね、パリー。 だって日本に来てるチーム同士だと戦えへんからさ。あ。んあー、アーセナル来そう。確か、アーセナル来そうやね。来年とか。富安いるしね。確か、アーセナルはめっちゃ来そう。あー、エアトリパワーか。そうか、そうか。あと、ユナイテッドも来てほしいなー。 ユナイテッドにアースナルとリバ…アースナルとユナイテッド来て試合してほしいな おっと、あるよ、これあ、来たあ、うまい綺麗 <laughs> な形やね。綺麗な形。1点目も2点目もこの形やね。 ガンバ大阪って感じやなぁ。<laughs> うーん。数年前の抱いてたセレストを見てファンピレシーって本番でおるやん思ったのね。僕もメッシー生きてるんやと思ったもん。ホンさんこんばんは。平行補正駅。まあ、5点は取られてるが、なんかガンバ大阪げん全開やな、ほんまに。ほんまにガンバ大阪全開。 ネイバーのシーバーさんのジェ J あどうもどうもおらおらおらシビが回転されればまた J で優勝でするねあネイが下がった メッシュも下がった。メッシュ熱そうとして <laughs>。メッシュ熱そうすぎるやろ。あ、ラモスも下がった。強そう。あ、カリムエンド来た。ケーラー。ケーラーとカリムエンド来た。ダニーロ・ペレイラ。 エリック・ジニオール・ディナー・ーエビンゼエビンベねベッジ近カリム・エンド来たいカリム・エンドああイカルティも入ってるやんあゲイエも来てるやん アもうテ点トって単独得点になる <laughs> いけいけおっとあるよこれある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 うまっ,おっと。 おっとおっといやーおらんかちょっと待ってちょっと待ってそれはあぶねえで <laughs>、ね、またガンバが合算してしまうのかおエデルソンエデルソン東口 おっと、いいサッカーしてるよ、でも、おもろいよ。ここに来ての。当たったよ。おお、すごいな、おい。ああ<ー>いや、素晴らしい。<手>いや、今みたいな出足が欲しいっすよね。前半から欲しかったんだ、今みたいな出足が。素晴らしい、今のほんまに。 いや、しいいや今のねーほ、ほんまに、あ、今みたいなのが欲しいのよ。そうなのよ。 さあ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 そう,そうなのよねエンバペうまいよ来たよベルダと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 おルダと オウフパリの選手で一番オーラがあったの誰メッシうん圧倒的メッシあとセルヒオ・ラモス格好,がき格好が決まりすぎているラモス おーいやガンバもちょっとあるよこれマジでマジである打つよねーうんでしょうね打つよねそれはさあペーが点取ってないよ 大丈夫かなはやない足がだからあなた足あなた足速すぎるよちょっとやばすぎるやろほんまにねえはすぎん速すぎんほんまにもう誰でもいいから言うて持てるやん こんばんは、試合目で山さんがこの配信で理事を勝ち抜きました <laughs>。なかなかアグレッシブな試合をしてるよ。もう自転車より早い、マジで。あ。あ。これ、打ちに行くある、自分で。そうやんな。そやんな。おお<ー>おー。シュート速っ。 シはやいんかい。あいいよこれ。いいよああわない。 あこんなかったんですかあれやお大事にほんまにそれは <music> おい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 ,おい,おいやペぺーちょっとこれ瞬足入いてるかもしれないマジで。 10日間部屋に閉じ込められたらましお大事にね僕まだかかってないのが奇跡やわほんまにだって2万人かかってるんやろ毎日東京で無理やんもう不可避やんマジでマジで明日は我が身やねんけどバイおうんのんのんやなあっ取った素晴らしい ノンやね、ノンそう、気づかんだけど無症状で感染症実はマジである明日は我が身と思ったらもう我が身だったおもろいもう我が身あ、もう、もう、でももう治ったんですか治ったってか、あれし、後半てか、10日も隔離されるんや。 ね、サル痘ね、そう。あんま分からんけど、僕は。サル痘が来るから何なん,なんやっていうとかあるけど。知らんが、知らんが故に。ああ、席に出せない。風ってそうやんな。完治するまで、いや、ほんま辛いよな、風って。マジで。 やばっ、おお。早いまま。え、今のフールか言うほど、嘘や。早いまま。はや。 衝撃やな、マジで。同じ人間かって感じやんね。これ、ファウルちゃうけどな、全然。全然ファウルちゃうけどな。普通にパリの選手同士かぶっただけやろ、これ。今ファウルかね、新幹線やん。早すぎてシュート帽子を我が見せてくれてるいけど。ほんまよ。 えー、ペイって振り切キれんのかな初めて見たんやけど僕こんな光景ペイが振り切キッそうな光景をま蹴、あ、れると思うけどちょっと誤信多い気するね緊張してんのかなね多分ねおお普通に普通に壁メラたった おっとただいやーもったいないねーもったいないね今ねそのまま右で良かった気しますけどね今ねうまいうわいやゲイエ取るねほんまに。 うーん。おっと。おもろい。わあ、うまいな。しっかりな。 アニーロペレイラがセンターバックに入ってるんですね今さらながらおおっとおっとおっといけんちゃういけんちゃう奪いんちゃうおおっ惜しい 今の面白いけどなーああいう速攻のワンツーあいいんちゃうこれうんおお素晴らしいいやこういうのを見たかったな前半からなちょっとなんか構えちゃってたからなこのリアクション欲しかったな前半からもう多分もう点取りに行くぞみたいな感じで今思い切ってるんでしょうねめっちゃね あれやあれやあ、おっと、え、ンパペこれやばいよこれやばすぎる形としよこれ。やばすぎるよあ、ピケ、けはいー。早すぎ早すぎるやろ、マジで。なあ早すぎん早すぎん、マジで。この選手。足早ダッシュマンやん。まあ、でもこれお得意のパターンやで、シザースから左。 お得意のパターンマジでこれはいっ,ついっつもこれやもんなでもペってなんで同じ人間でこんなに違うんやあーなんかあんまり喜ばへんなペ <laughs> あれが見たいんやけどなエイが が見たいんやけどな。ペアも喜ばへんねんな、点取ってもなんか。お見事な。ペナルティー。合計8点入ってんの。<laughs> すごい試合やな。エンタメ全振りや、この試合、マジで。エンタメ全振り。 東口…あでも今のキーパー東口じゃないよ。うお美しいトラップ今の。今の庄司美しいね。 いいですね。あうまい。ああ。口を切り替わりカーり早口好き。うん。うめえ。え、うま。早。 通ってしまった。通ってしまったよ。やばいよ早いよこいつやばすぎるおお、<laughs> あのさ、そっからそこまで行けんのおかしくないこれ。ねえ。今の状態からあっこまで行けんねんで。どうなってんねんほんまに。マジでどうなってんのこの選手。パワーバランスが壊れとる。サッカー界の。足が速すぎて。 足早ダッシュマンでドリブルうまいんやもんなそりゃーねそりゃーそりゃー残すわおっとおっとああ ドン <laughs> ちゃん、本当にこの足元だったらまた知ろやるよ。ドンちゃん、僕、見に行ったフロンタイルの試合も足元めっちゃ怪しかったよな。マジでめっちゃ怪しかった。明らかに、その、動揺を感じてんな。ドンちゃんの足。 なんか、頑張らしい試合やらでもな。うん。さあ、仮面ド来たようまいあ、うまいうまいうええおおーえエッチエッチだ。エッチなシュートだ。 やってしまわれましたねでもね交代3分かあれいサードカーブつくかな ねぇ、やべぇ、ちゃおるんちゃうかあ、通ったあ、強いえっおう まあやっぱ、ちょっとトーンダウンしちゃったな。ガンバも。ここ15分ぐらいは、すごい、面白い、思い切った感じだったんですけど。バピは走りでフランス、あ、マジで多分10時間ぐらいで行けるやろな。うん。さすがに飛行機より遅いか。30時間ぐらいか。 あ、打たへんへよ、えー、飛行機よりはそうきついかさすがにそうかそうかこの髪型、かっこいいなメシとサラビアのこんな感じにしよっかな僕顔かっこよくないけどサラビアの髪型、かっこよくない ハリムエンドの髪型もえなあー顔もサラビアンしようかせんね確かに晩御飯にレーシャブサラ作ったけどわかんないっすねいやまや伊勢エビエビ ペーみたいにしようか。かペーってくそ髪型いじらんよな、ペー。すごい素朴やんだ。あ、ある。うん、ラストかな。 まだ最後くれるかな1個あーいやーエンタメ度の高い試合やったねなかなか <laughs> なかなかのエンタメ試合やったね塀の体すごっ 副金分厚すごいな、ほんまになースーパースター。 スーパースターでしたね審判 <laughs> めっちゃうれしそうやんすごいうれしそうやんいやサラビアの髪型マジでかっこいいなでも顔がかっこいいからかうんそうか顔かっこいいからかドンちゃん ラモス。オッケー。くー。ラモスかっけー。ラモスかっけー。マジで。モデルやん。 いやーこれねー、絶対ねー、乱入者おらんかったら国立競技場でもこれあったんですよ。うん。マジで乱入者が来たから、これなかったんや、絶対。そういう意味ではやっぱさっあの人の罪は重いよなー、マジで。お前いつまで、いつまでその格好やねペイはかわいすぎる。 ねえラモスはもうなんかいろいろやっぱしょってる顔してるよなあ浦和専もやってたやっぱじゃああれのせいやんもうそりゃメッシに挨拶したいよそりゃメッシには挨拶したいわ FIFA で使ってるでーって言ったら笑ってくれるかな なんかハキミとマルキーノスかんかあれなんでしょう ?FIFA でなんか僕のカードが強くなってんの嬉しいねみたいな言ってたやろ ?FIFA で使ってるでって言ったら笑って,笑ってくれるかなマルキーノスがインタビューするのかな サッカー選手意外とそう情報ってかもうペースやけどね <laughs> ペースふざけんなよっつっなつかアレクサンダー・アールドとヘンダーソンのなんか下りあったよなこのゲームやったらなんかお前の方が足速いってマジでつっ俺の方が速いよなっつって言うたれみたいな <laughs> ペベリー1枚足りませんでしたって言ってたけどたらホンやわトークン集めてんねんでつって1枚足らんかったわ作れへんかってんだからそうサラーとかもそうそうそうインペンベ選手にペンベンベマルキーナさん紳士やんね <laughs> 何わ笑てんのペンベは <laughs> 人間の喋る言葉が統一されたらいいのにな。 って思いませんか人の喋る言葉が統一されたらいいのにねいつの日か統一っていうか自動的に聞こえたらいいのにね日本語にね無理やろね <laughs> 日本は暑かったけれども <laughs> でしょうなそれ暑いよ35度やろだって今 こんな夜中に28だよとおっマルキーニョスマルキーニョスまでべんべーこうやってみるとサッカー選手も人間なんやなって思うよなあのピッチ外のあれやとさあ人間やなーって 人間やなじゃあマルキーノスインタビュー見て終わりますかじゃあちょっと寝て10時ぐらいからやるわおもろいサッカー見れましたねでもね おもろいサッカーが見れましたよ。ほんまに。おマラキ。 ペドリとデヨンからユニコーを求められたクボク日本のコリティも確かにでもすごいよなほんまにフランス語やすごいなブラジル もれるんよまあテンパなんちゃう多分。 長い素晴らしいスピーチ。 キャプテンすぎる <laughs> いやマルキンス使いたくない確かにね 2回来てるもんなこの翻訳の人もすごいけどな、うん、通訳かこの通訳の人もすごいけどね 多少あるでしょうけど素晴らしい精度なんじゃないですか多分いやー面白かったね皆さんどうもお付き合いいただきまして確か全然違うっは思うけど皆さんお付き合いいただきましてどうもありがとうございましたまたお風呂入って戻ってきたら配信しようと思いますよろしくお願いします お疲れ様でしたでは